さあ、というわけで、みんなスパイファミリーは見てるか。ロイさんと夜さんのやりとりが楽しくてしょうがない。天才美少女大魔導士、マリサちゃんと。私はアーニャが一押し。でもそんなアーニャよりも、もっともっと可愛いキャッパイー。霊夢ちゃんの、作品紹介コーナー。スパイファミリー面白いよね。早見さんに、江口さんとキャスティングが最高だ。マリサ、ヘンリー先生忘れちゃダメだよ。あの面接の回、本当に面白かったよな。初代学長の像に敬礼する時のアーニャがめっちゃ可愛かったぜ。ハゲチャビンってね。他の回も作画も安定してて、話のテンポもいいし、見てて飽きないよね。そしてここらで、今回のお題の発表といきましょうか。さて今回はそんなスパイファミリーから、遡ること38年前に制作され、現在の日本アニメーションが、ハイクオリティ主義と呼ばれる源流になった作品、超時空要塞マクロス、覚えていますかを紹介するぜ。あっこれ三角関係のやつだ。そこがどうしても話題になるが、この作品の本当の凄さはちょっと違うんだな。ほうほうそれは、それは今から解説していくぜ。それじゃあ本編、スタート。馬娘第3期来たねー。ナリトプの実装も近いな。もう少しジュエルは温存しとこう。さあそれでは本編スタートだ。よろしくねー。超時空要塞マクロス、覚えていますか。こいつは昭和59年7月21日に公開された劇場版作品で、テレビ版の3話から27話までの話をベースに、新シナリオによる前編新作フィルムとして制作された作品なんだ。新シナリオってテレビ版と内容違うの？全く違うというわけではないんだが、主な変更点としてはこんな感じだ。ヤップデカルチャー、こんなに変わってるんだね。まあなしかしこの作品のすごいところは、これだけの変更点にもかかわらず、物語が破綻していなく、またそれを劇場版の時間で、上手に伝え、本編を知らない人が見ても楽しめるようにしているんだ。最後の方の盛り上がりとか半端ないもんね。そしてここからは、そんな素晴らしい作品を、世に送り出してくれたスタッフの皆様の紹介だ。まずは監督にメガゾーン23の、原作者でも知られる石黒昇さんと、メカニックデザイナーの川森昌司さん、脚本に伝説巨人イデオンやセーラームーンなどでも活躍された、富田助宏さん、キャラクターデザインに、三木本春彦さん、メカニックデザインにこのチャンネルではおなじみ、宮武和隆さん、伊豆淵豊さん、得意な美少女絵で、人気のあった鏡明さん、カーデザイナーの原田則彦さん、そして作画監督に、現在の作品にも多大な影響を与えた、板のサーカスという表現技法を編み出した、板野一郎さん。こうミサイルがバーと流れるやつね。さらに現在に庵野秀明さんや結城信輝さんなど、まさに現在の超一流スタッフが、集結し完成させたのがこの作品なんだ。残念ながら奇跡に入られた方もいらっしゃるけどね。鏡さんとかご存命だったら、どんなご活躍をされてたんだろうな。本当に残念だよね。そして次にこの作品の特徴だが、まずはなんといってもあの克明なメカニカルや大迫力の戦闘シーンを、手書きで再現しているという驚異の技術。これはもう見てもらったらわかるが、約40年前の作品とはマジで思えないぜ。見たら絶対ヤックデカルチャーと言ってしまうよ。次に作品のテーマと先見性あふれる設定。この作品のテーマは、生まれも育ちも違う複数の人物が、その差を乗り越えて一つになりうるか、というものなんだが、今作ではこの難しいテーマを、異種族の間で芽生える愛や、共通文化というワードを入れ短い時間で描き切っているんだ。まあところどころご都合主義的な部分あるけどね。それを差し引いても完成度は十分だぜ。そして先見性あふれる設定。それは従来の日本アニメーションにはなかった。女性中心の環境、多国籍かつ多人種で構成された群に始まり、遺伝子工学や歌などの人類文化を、破綻なく作品の設定に組み込んでいるんだ。初めて見たとき、歌にこういう表現方法があるんだって感激したよね。このシナリオにあのラストの、歌と動画が一体になった演出、まさにセンスの塊だよな。これぞまさにヤックデカルチャー。霊夢それ言っとけばいいと思ってるだろ。あら、バレた。そしてそんな超豪華スタッフが、最新の設定と心血注いで完成させた。超時空要塞マクロスは、地球が巨人族の二大勢力、ジェントラー時間帯の奇襲を受けた西暦2009年を舞台に始まる。奇襲を受けた地球統合軍の、巨大宇宙戦艦マクロスは避難民5万8000人を乗せ、ゴールドを試みるが、動力不調から太陽系外周部へ飛び出してしまい、自力で地球帰還を目指す羽目になる。そんな艦内生活が続く中、艦内デビューを果たした人気歌手リン、民名は、とあることがきっかけになり、可変戦闘機バルキリー隊のパイロット一条ヒカルと出会い、いつしか二人で会う仲になる。しかし当初こそマスコミが好きそうなネタでしかなかった二人の出会いは、いつしか50万周期に及ぶ分裂の時代の収縮を打つきっかけに変わっていくんだ。そしてそんな運命の人が出会った場所こそ、今回解説の統合宇宙軍所属艦 SDF-1、マクロスなんだ。ちょっとマリサ尺大丈夫？お任せろ、マクロス。
正式名称、スーパーディメーションフォートレス、1、マクロス。こいつは物語の始まる10年前である1999年7月、突如として南アタリア諸島に落下した、メルトランディ軍所属の恒星艦宇宙船を回収した艦艇で、人類にとっては初の地球外文明との接点になったものだな。今回は劇場版での設定で解説していくからね。この艦が現れた直後、当時の国連は直ちに調査を実施。その結果以下の3つのことが判明したんだ。おっ、それはどんな？まず元の所有者は、人類の約4、5倍の巨体を持つ宇宙人であること。大宇宙を舞台とした大規模な戦争が、行われていると推定できること。そしてそれらの異星人が持つ、科学技術は人類を遥かに凌駕しているということ。それが地球に現れたってことは、この艦が地球に現れたのは、意図的か偶然かは今になっても不明だが、霊夢の推察の通り、いつ地球が巻き込まれてもおかしくはない状況になったんだ。この事実を前に人類は、戦火が及んだ際、地球と自身の未来を守るため、大改革を実施、まずそれまで存在した個別の国を地球という一つの国家とし、国家が個別に持っていた力である軍を、統合軍という形で集約。さらに異星人との技術格差を埋めるべく、艦艇を徹底研究し自身が使えるよう、人類の総力を挙げて回収を施していったんだ。よくそんな大改革がすんなり行えたね。いや、もちろんそれに反対する勢力もあり、その勢力は反統合同盟を名乗り、OTM、オーバーテクノロジー、オブマクロスと名付けられた。不時着艦に眠る未知の科学技術をめぐり、統合軍と激しい主導権争いをすることになるんだ。これが統合戦争と呼ばれるものだな。まあ良くも悪くもきっかけになった艦なんだね。そうだな。ただ統合戦争という悲劇を生みもしたが、この艦からもたらされた情報は、科学技術を飛躍的に向上させ、人類にその後の未来を大きく変える力を与えるものになっていくんだ。そして物語が始まる直前の2009年2月、多くの犠牲と10年の歳月をかけて完成したのが本艦なんだ。まずは基本的なスペックだ。機体番号、SDF-1、通称名マクロス。重量は約1800万トンで、要塞艦としての全長は1210メートル。大きすぎてイメージつかめないんだけど、まあ単純計算でガンバスター5機分だと思えばいい。遅延宣伝したいだけですやん。そして全幅は465メートルで、全高が335メートルだ。とりあえずでっかいんだね。まあ元々がメルトランディ人用の艦だからな。しかしこれでも元の所属であるメルトランディ軍の中では中型艦の分類なんだぜ。おお、ヤックでカルチャー。次は武装で、まずは監視攻撃システム。こいつは監視要言が展開することで使用可能になる武器で、その威力は地上から、月軌道上の敵艦を一撃で葬り去るほどの威力を持つビーム砲なんだが、連射が効かないのと、ホールドシステムの消滅により一時使えなくなるという、トラブルがあったり、回線の原因になったりと、結構な曰く付きの武器だな。要は我らが波動砲だよね。まあそうだな。そして次が超高速電磁レールキャノン。こいつは両舷に搭載されてる電磁加速砲で、合計4門が搭載されているな。他には艦艇各所に誘導収束ビーム砲システム8門、各種ロケット兵器、火砲などが多数装備され、動く弾薬庫といっても過言ではない兵装が施されているぜ。一振りもびっくりだね。またテレビ版では防御兵装としてピンポイントバリアや、そのエネルギーを利用した必殺技、ダイダロスアタックなども使用されてるぜ。ちなみにこのピンポイントバリアは、お姉さんたちがボールをくるくる回すことで、その防御エネルギーが移動するんだよ。ここら辺めっちゃアナログだよな。他には物語中盤で全方位バリアなども実装されてるな。ダメです隊長、間に合いません。うわぁ、柿崎ー。ってこれテレビ版知ってる人しか意味わからんだろ。そしてこの巨大な艦艇を動かすため心臓部には熱核反応炉を採用し、これに OTM を解析した結果得られた新しい技術である重力制御システムを組み合わせることで、重力下における浮上能力と無重力下における艦内の重力調整が可能になってるな。あれ最初にどっかに飛んで行ってなかったっけ？まあ細かいことは気にするな。またこの艦の特徴として、その巨大な空間を生かし、艦載機である可変戦闘機バルキリーや、一戦兵器デストロイドシリーズの搭載、その整備製造を行う艦内交渉の設置や、艦内市街地と呼ばれる民間人の居住スペースが設けられており、そこには病院や娯楽施設なども併設され、地上とほぼ変わりない生活が営めるようになってるぜ。みんな大好きデストロイドモンスターもいるよ。霊夢ああいうの好きだよな。私はガンダムよりガンタンクだったんで。他にはホールドシステムという、超時空空間転送装置もあり、これらの新技術が後の可変戦闘機などの開発に、多大な影響を与えていくことになるんだ。ただそれでも全容を解明したわけではなかったので、原理不明のまま使用し、ホールド機関の消滅などの事故を起こしたりもしていたな。拾ったものを使うからです。早瀬さんが言ってたな。そして次がこの艦の最大の仕掛け。それでは全艦、トランスフォーメーション。おお、マリサ動いてるよ動いてる。
雑用係がどうしてもこれをやりたかったらしいからな。BGM も入れたかったね。それは大人の都合で無理だ。マクロス強行型。こいつは艦内ブロックを移動させることで、使用不能になっていた四方を反応炉に直結させた。四方射撃体制で、この携帯時のみ四方を撃つことが可能になるんだ。この携帯時の大きな変更点としては、まずテレビ版では街が壊滅しかけていたのに対し、劇場版では当初より計画されていたようで、住民の避難だけで済んで街に被害が出てないことや、テレビ版では右腕が強襲揚陸艦ダイダロス、左腕が攻撃空母プロメテウスだったのに対し、劇場版では右腕がアームド1、左腕がアームド2と本来の姿になってるところだな。私はテレビ版のデザインの方が好きだけどね。まああの継ぎはぎ艦は、あれはあれでいいよな。あと劇場版では環境部分の変形機構が省略されてたりするな。ちなみに私の推しは、ブリッジ3人娘のキム、キャビロフです。私はバネッサかなー。クローディアやシャミーも可愛いけどね。それぞれに個性があっていいよな。そしてこんな未知のテクノロジーと、個性豊かなキャラクターを乗せたマクロスが活躍する。劇場版超時空要塞マクロス、愛、覚えていますかは、50万年周期にわたって大宇宙を舞台に戦争を繰り広げる、ゼントラー自軍とメルトラン自軍の戦火が、地球に及んだ2009年を舞台に始まる。そんで今回は大きく、6つのチャプターに分けて紹介していくぜ。チャプター1。未知との開港。奇襲を受けた地球統合軍の巨大宇宙戦艦。SDF-1 マクロスは、脱出時の事故により冥王星軌道にまで飛ばされ追撃を受けながらも、地球を目指す航海を続けていたんだ。そんな生活も5ヶ月目になり、土星の衛星タイタン付近まで来ていたマクロス艦内では、新中式イベントで誕生し、その美貌と歌唱力で瞬く間にトップアイドルに上り詰めた、リン、民名のファーストコンサートが行われていたんだ。しかしそのコンサート中、ゼントラー自軍の攻撃を受けたマクロスが、トランスフォーメーションを実行、コンサートは中止を余儀なくされる。そこに戦闘に乗じてマクロス艦内に、ゼントラーディ軍のヌージャデル、ガー部隊3機が侵入。そこで彼らは脅威の事実を見る。それは、なんとマクロス艦内では、男と女が共存していたんだ。それ普通じゃね。それは地球人にとっては普通なんだが、50万周期に及び、男と女に分裂して、戦うことしか知らなかった彼らにとって、その光景はまさに異常だったんだ。じゃあゼントラーディとメルトランディってまさか、そう男と女なんだ。じゃあどうやって子孫繁栄してんの？私たちみたいな幻想郷っていう便利設定。こらこらそういうことを言うんじゃない。それは後でわかるさ。一方外では、ロイ、ホッカー少佐率いるスカル小隊に配属された新兵の一条ヒカルが、同僚のマクシミリアン、ジーナスと我らが柿崎駿と共に初陣を飾り、大宇宙を飛び回っていたんだ。おう柿崎来ました。そんな状況の中敵機侵入の方を聞いたヒカルは、マクロスの主任航空管制官で上官の早瀬美佐の命令に逆らって、単身市街地に入り、民兵を捕獲しようとしていた敵機を撃破。さらに民兵を救出するが、重力制御システムの損傷により、重力コントロールの効かなくなった市街地を、民兵を抱えたまま落下、そのままエンジンブロックに、閉じ込められてしまう。時同じく外ではマクロスの四方が火を吹き、ゼントラーディ軍の追撃艦隊が撤退。ここに今回戦は一応の終結を見るんだが、後にこの回戦が両陣営、そして時代の大きなターニングポイントになるんだ。それは、まずゼントラーディ軍にとっては、マクロスが敵対するメルトランディ軍ではないということがわかり、その艦内には自身の7分の1のサイズしかないマイクローンが存在し、しかもそのマイクローンは、男女で共存しているという事実。さらに今回戦時のみで確認された事実として、奇妙な音声信号を聞いた兵士たちが、一時戦闘不能に陥ったということ。これらの報告を受けたゼントラーディ軍、記録参謀エキセドル4970は、ゼントラーディ軍に古くから伝わる戦闘マニュアルの記述。マイクローンには手を出すな。触れたる者は滅びるを引き合いに出し、全軍に警告を発するんだ。そして人類側は、それはもちろん運命の二人が出会ったこと。そしてここからがチャプター2。土星の虹。マクロスのエンジンブロックに閉じ込められたヒカルと民名は、一緒に落下してきた食材をはじめとする様々な物資を利用して、発見されるまでの3日間共に漂流生活を送ることになる。当初こそヒカルにとっての民名は、憧れのスーパーアイドルであったが、時間を重ねるうち、彼女が抱えるものを共有していき、次第にその心情は変化していくんだ。またトップアイドルの宿命とはいえ、過密スケジュールによる疲労から、歌うことへの疑念を持ち始めていた民名にとってもそれらから解放された。この時間は束の間の安らぎを感じた幸福な時間になっていたんだ。そして漂流生活3日目、二人の話はたわいないゴシップ記事の話になり、民名は気まぐれにヒカルを誘い、キスを交わす。ところがその瞬間エンジンブロックの防護シャッターが解放され、二人のキスの光景は、芸能記者たちの格好の餌食となってしまうんだ。まあタイミングがいいやら悪いやら、隠して救出された両者であったが、
ヒカルは命令無視の件で早瀬隊から叱責を受け、それに対し、反抗的な態度を取ったため、早瀬隊との間に確執を生んでしまう。まあまだ若いからね。これを見た上官のフォッカーは二人をなだめるため、後日バーで自身の男と女に対する哲学を披露するが、そこに家族の者からという電話が入り、ヒカルは呼び出される。確かこの電話の相手って、そう電話をかけてきたのは、リン、民名。彼女も救出後、キスの写真が出回ったことで、息苦しい生活を送っていたんだ。そんな民名を元気づけるため、ヒカルは土星の虹を見せてやろうと思いつき、訓練用 VF-1D 複座式バルキリーを無許可で持ち出して、民名を連れて宇宙飛行に出かける。まあロマンチックですこと。ところがこの行動を監視する目があったんだ。それはゼントラージ軍ボドル機関艦隊、司令長官ボドルザーの命を受けた兵士たち。なんでゼントラージ軍が、実はこの部隊はマイクローン捕獲作戦の命令を受け、その機会を伺っていたんだ。そこに訓練用バルキリーが短期で出てきたってことは、そう彼らからしてみれば願ったり叶ったりの状況なんだ。しかもそこに二人を連れ戻すため、早瀬隊と民名の実刑でマネージャーを務める。リン、海軍を乗せたシャトルが現れ、彼らは千載一遇のチャンスと襲いかかる。そこに救援のために現れた式帯操縦の、フォッカーは短期で前線したが、圧倒的な物量を前になす術はなく、ついには全員が捕らわれてしまうんだ。おまわりさんこいつです。そして今まで、未知の存在だった両者はついに対面を果たす。ここでチャプター3。文化の断片。捕虜となったヒカル、民名、早瀬、フォッカー、海軍の5名は、ブリ隊とその副官であるエキセドルから、地球の男と女に対しての尋問を受ける。しかしその質問は男と女がなぜ一緒にいるのか、や、男と女はなぜ戦わないかなど、地球人にとっては奇妙な質問だったんだ。そんな奇妙なやりとりが進む中、キスという単語に興味を示したブリ隊は、キスの実演を彼らに要求。あんたも好きねえ。彼らは生き残るためその話を飲み、海軍と民名はキスを交わす。それを見たゼントラージ人は身動きができないほどの衝撃を受け、一時尋問は中止され、3回となる。その後別に移送される、民名と海軍の身を案じるヒカルであったが、そこにメルトランディ軍のミリア率いる突撃部隊が来襲。その混乱に乗じ、自由を得たヒカル、早瀬、フォッカーは、脱出を図る。しかしこの最適の襲撃を受けたフォッカーは、二人を逃がすため、敵を道連れに相手と共に爆死、壮絶な最後を遂げるんだ。テレビ版ではフォッカーさんの期待を、ヒカル君が受け継ぐっていう胸熱展開だったんだよ。こんな上官ならついていくよな。大きすぎる代償を払い、脱出に成功した二人だが、直後戦線離脱を図る、ブリ隊艦のホールドに巻き込まれてしまい、ヒカルと早瀬は別空間に飛ばされる。その頃ボドル機関艦隊に取り残された、民名の口ずさむ歌を聞いたボドルザーは、衝撃を受け、プロトカルチャーなる言葉を発し、以前の戦闘で報告のあった奇妙な音波兵器というものが、これではないかと推測する。そこで過去に捕獲していた、文化の断片と名付けられたメモリープレートを、二人に見せ解読させようと試みるんだ。確かこれに戦慄が載ってたんだよね。そうボドルザーの当初の思惑はこれを、メルトランディ軍に対する、音波兵器にしようとするものだったんだが、この文化の断片が民名に渡ったことが、後の時代を大きく動かす一因になっていくんだ。いよいよパズルのピースが揃ってきたって感じだね。そうだな。そしてここからがチャプター4。優しさと弱さ。ブリ隊艦のホールドに弾き飛ばされたヒカルと早瀬ミサは、荒れ果てた惑星に飛ばされ、そこで破壊された船を目撃する。その船っていうのは、それは地球統合軍太平洋艦隊所属、攻撃空母プロメテウス。じゃあこの荒廃した惑星ってまさか、そう地球だったんだ。おお、ヤックデカルチャー。二人は一縷の望みをかけどこかに、生存者はいないかと地球中を駆けずり回るが、探せど探せど人の気配はなく、その光景に最初は気丈に振る舞っていたミサも、地球と人類が壊滅したことを知り、次第に気弱になっていくんだ。でもそんなミサちゃんを支えたのが、そうヒカルなんだ。最初は上官を自身の、行動から死なせてしまった苛立ちや、人類の絶滅を認めたくない焦りから、衝突を繰り返していた二人だったが、時間をかけ、少しずつお互いのことを深く理解するようになるんだ。お、ここから一気にかな。ヒカルにとってのミサは、口やかましく、任務にのみ忠実な非常な人間というイメージだったんだが、実は人間らしい弱さを持つ、真面目すぎる性格の女性であることに気づく。ミサもまた無神経で無責任な、反抗的な部下という印象でしかなかったヒカルが、自身の軽率な行動で、上官を戦死させたことに悩み、過酷な状況においても、人に優しさを与えられる人間であることを知る。そんな二人の距離が変化していたある日、ミサは海上で地球文化ではない遺跡を発見。それはプロトカルチャーと呼ばれる、異星人の末裔が残した、宇宙移民船アルケラ。そこに訪れた二人にアルケラは語りかける、すべての始まりと人類誕生の真実を、時は50万年前そこには、とある宇宙文明が存在し、
そこにはプロトカルチャーと呼ばれる人々が生活していたんだ。遺伝子工学に秀でた彼らは、男は男だけで、女は女だけで子孫を残せるようになった時、男のゼントラー美人と、女のメルトラン美人に分裂し戦争を始めた。その時製造されたのが、戦うことのみを目的とする戦闘種族、巨人族。しかしその巨人族の戦いは、いつしか自身の制御が効かないまでに拡大し、ついには想像したる自身に危害が及び始め、ようやく過ちに気づいたプロトカルチャー人は、再び男と女が共に住める世界を夢見て、地球に飛来し、そこで原獣生物の遺伝子操作で、作られたのが人類の祖先だったんだ。そのプロトカルチャー人って今どこにいるの？約2万年前、巨人族の戦火が地球に及んだ時、町を海中に隠し避難していこう。消息不明となってるな。消息不明ってもしかして、まあ2万年も帰らないんだ。巨人族に滅ぼされたと見るのが妥当だろうな。結局は自身の撒いた種か。すべてを語り終えたアルテラは、最後の力を使いプロトカルチャー人の残した町を浮上させる。そんな遺跡の町を探索中にミサは、プロトカルチャー人の文字が描かれたプレートと、住居を発見、そこには日用品も置いてあったんだ。太古の昔から変わらない、ごく当たり前の生活を感じ、ミサはヒカルに少し大人なままごとを仕掛け、ヒカルはその思いに応え、優しく抱き寄せ思いを重ねる。ここのさ、ままごとみたいなことからの展開いいよね。そうだな、あえてセリフを入れず、BGM とキャラクターの表情で語りかける。これは本当にすごいと思うぜ。そしていよいよ物語も佳境に入り、チャプター5。それぞれの決意。思いを重ねた翌朝、通信を拾ったマクロスが二人の頭上に現れ、帰還した二人は、地球で見たことやホッカーの死亡を報告し、久しぶりに触れる人類の文化に思いを馳せていたんだ。そんな中マクロスは突如遺跡奪還に現れた、メルトランディ部隊の奇襲を受け大きなダメージを負う。しかしそこにゼントラーディ軍の大軍が民名の歌と共に現れ、マクロスを救出し驚くべき提案を持ちかける。それはマクロスとの間での和平交渉。なんかそれ怪しくない。もちろんそれを唱える者もいたが、現状マクロスにそれを突っぱねる余裕はなく、マクロス艦長のグローバル巡哨はこの提案を受け入れ、記者会見の場において、和平が成立したこと、ゼントラーディと地球人が同じ遺伝子構造を持っていること、またそれによりマイクローン化が可能なことを公表する。その席に同席していた民名もこの提案を支持し、ゼントラーディから、提供された曲につける歌詞を募集することを発表。それに加えこの記者会見は、民名とヒカルの再会という演出もあり、世間には概ね好意的に受け入れられるんだ。ただこの時この3人の空気感だけ違ったよね。まあ新たな戦いの始まりって感じだったよな。そして始まった作詞作業、しかしこの作業は難航し、ミサは自分の持ち帰ったプレートが、その曲の詞ではないかと気づく。それをヒカルに伝えようと、部屋を訪れたミサはそこで、二人で部屋にいる、ヒカルと民名を目撃するんだ。まあタイミングの悪いことで、それを見たミサは、自身の発見を伝え去ろうとするが、それをヒカルは制止し、ミサにそばにいてほしいと告げる。アイドルに勝ったおばさん誕生の瞬間です。そんな様々なものに決着がついていく中、それを割くように非常警報が鳴り響くんだ。そして最終チャプター。愛覚えていますか？人類とゼルトランディの前に、突如出現した、メルトランディの大艦隊。この事態を前に、まだ歌が完成してないと知った。ゼントラーディ軍のボドルザーは、マクロスとメルトランディ軍の殲滅を指示。ここに短い平和は終わりを告げるんだ。こんなすぐ破棄するんなら、なんでゼントラーディは和平交渉なんてしたの？それは人類に貸しをつけさせ、音波兵器として利用するためさ。それだけなら和平交渉なんかせず、自分で作ればいいのにね。それは彼らの誕生の経緯が原因なんだ。誕生の経緯？戦うためだけに作られたってやつ。そう、戦うことのみが目的の彼らには、歌という文化が存在しなかったんだ。そして始まる三つどもえの決戦。勝利を焦ったボドルザーは味方を巻き添えにし、四方でメルトランディの機関を撃破。しかしこれにメルトランディ軍も応戦し、戦火は収束の糸口もつかめないまま拡大を続ける。その戦いの中、ヒカルは民名に歌詞を渡すため、マクロス艦内中を探し回り、二人の思い出の地で彼女を見つける。ヒカルはミサの解読した歌詞を渡そうとするが、最初民名はそれを激しく拒否し、人類の絶滅を願うような言葉を発してしまう。この言葉に戦火で多くの仲間を失っていたヒカルは激怒し、自身の思いの全てをぶつけ、それを聞いた民名も戦争を終わらせ、みんなで明日を迎えるため、歌うことを決意。さあ全てのピースは揃ったね。そして始まる文化の共有。民名の映像と声は次々と戦場に流されていき、それが戦場を覆い始めた時、小さな奇跡が起こっていくんだ。それは戦場にいたゼントラーディ、メルトラン美人が耳を傾け始めたこと。彼らにとって今まで未知の存在であった歌は、共通の祖先であるプロトカルチャー人が、作った旋律と歌詞が加わることで、歌という文化に変わり、50万年の時を超え、彼らが忘れていた、心を呼び覚ますきっかけになっていったんだ。
それを見たグリタイは、自分たちに文化が蘇る可能性を感じ、文化を守るためマクロスを援護することを決意。その思いは陣営という壁を、軽々と越え、多くの賛同者を生む。またその思いに後押しされ、今まで悩んできた民兵は自分の道を見つけ、思いのすべてを込め歌を歌う。そしてすべてが一つになっていく中で、ミサのバックアップとフォッカーの思いを受け継ぎ、新たな時代をすべての人と迎えるため、大宇宙に飛び出すヒカル。その向かう先は、総機関の中枢部にいるボドルザーという、戦いの呪縛から逃れられなかった男のもと、ヒカルは多くの仲間たちの思いを背に、引き金を引く。そしてボドルザーを打ち倒し、愛するミサのもとへ帰るんだ。これが第一次星間大戦のお話だな。その後みんなはどうなるの？その後は、ヒカルとミサは結ばれ、民名は大スターの道を歩み、人類とゼルトランディ、メルトランディは共存の道を進むことになるな。巨人化して結ばれた人もいたよね。マックスとミリアだな。最後にまとめだが、この劇場版、マクロス愛、覚えていますかの凄さは、その克明なメカニカル描写や三角関係、遺伝子工学といった、新しい設定をアニメに持ち込んだこともそうなんだが、庵野さんをはじめとする当時まだ若手と言われていた、スタッフが多く参加し、その才能を遺憾なく発揮したことだと私は思ってる。まあ監督の川森さんもこの当時24歳だもんね。そうこの作品に関わった幾人もが、今や超一流クリエイターと呼ばれ業界を支え、明日のヒット作を生み出し続けているんだ。世代交代のきっかけになった作品って感じだね。まあ私が勝手にそう思ってるだけだがな。そしてここらでタイミングもいいので、今回の動画は締めるぜ。あらそれじゃあとりあえず BGM 変更と、エンディングオープンだね。さてみんな今回もここまで付き合ってくれてありがとな。毎回なんとか短くしようと思ってるんだけどね。この作品は昔から好きでな、伝えたいことが多すぎたんだ。でもこの作品は絶対見る価値はあるから、まだ見てない人はぜひ一度は見てほしいぜ。約40年前の作品とは思えないよね。見たら目から鱗だぜ。そしてこんなクソ動画をここまで見てくれた、画面の前のあなた、そうあなた、見たついでにこのボタンも押してみようぜ。押してくれた人には、抽選で柿崎くん操縦のバルキリーに乗れる権利をプレゼントしちゃうぞ。まあ命の保証はないがな。それじゃあみんな、また次回。さてここで重大発表。どうしたの？ついにこのクソチャンネルに起用案件が来ました。マリサ大丈夫？起きてる？寝言じゃねえよ。じゃあマジなの？お近日中に公開予定の動画だそうだから、ぜひみんな見てくれよな。え、マジマジ準備しなきゃ。何をするんだ？ジュエル購入の準備。まずは働こうな。